GV80 は、韓国の自動車メーカー現代自動車の高級車、部門であるジェネシスが販売する、中型 SUV である。ジェネシス第4の車種であり、ブランド初となる SUV である。社名の GV の V は、バーサティリティを意味する。中型の高級 SUV で、メルセデス・ベンツ GLE クラス、BMWX5、レクサス RX。 ボルボ XC90 などと同じセグメントとなる。2020年1月15日、ソウル近郊にあるキンテックスにおいて発表イベントが行われた。スタイリングは韓国、アメリカ、ドイツにあるジェネシスのデザインスタジオが共同で手掛けた。GV80 はジェネシスのアスレチック、エレガンスデザイン言語に基づく最初の車種であり、クレストグリルや二重線、 クワットランプといったジェネシスのシグネチャーデザインが導入されている。他のジェネシスのセダンと同様に RWD ベースのプラットフォームを採用し、オードも用意される。韓国仕様には、ジェネシス専用となる直列六気筒3.0リットルディーゼルが搭載される。最高出力 278PS、最大トルク 60.0kgfm を発揮する。 追って2種類のターボチャージャー付きガソリンエンジンもラインナップに加わる。オードモデルには砂地、泥、雪などあらゆるの路面に対するモードを備えるマルチテレーンコントロールが搭載される。また、リアアクスルには電子制御リミテッドスリップデファレンシャルが装備される。ロードノイズを低減するロードノイズ、アクティブノイズコントロールを採用した車種は GV80 が世界初となる。 また、空気清浄システムも装備される。GV82 は、先進運転支援システムとして、世界初となる機械学習ベースの、スマートクルーズコントロール、前方衝突回避支援システム四角、衝突回避支援システム交代時、衝突回避支援システム、ドライバーアテンションアラートウォーニングが搭載される。 ダッシュボードには14.5インチのタッチスクリーンを備えたインフォテインメントシステムが装備される。トランスミッションの操作はセンターコンソールにある電子バイワイ屋敷のダイヤルシフトで行う。ジェネシスインテグレーテッドコントローラーは手書き文字認識を備えておりソフトウェアキーボードなしで電話番号などの入力が可能である。また、韓国仕様には車載決済システムであるジェネシスカルペ。 も組み込まれる。アメリカ合衆国での販売は2020年夏。ジェネシスモーター、ノースアメリカ CEO のマーク・デルロッソによれば5月11日時点ですでに1万台近い予約が入っているとのことである。2020年9年22日、およそ8800台が高圧燃料ポンプの欠陥によりリコール。2021年2月23日、タイガーウッズが運転する。 GV80 が走行中コントロールを失い、車道から外れ6メートル転落。車内部は損傷しなかったが、衝突の衝撃は乗員にもろにかかってしまい、ウッズは両足を複雑骨折してしまった。この事故をめぐり、アメリカのインターネットでは、高級車ブランドのジェネシスだから命が助かったとする主張と、韓国車のジェネシスでなかったらそもそも怪我をしなかった、あるいは、 事故自体が起きていなかったとする主張で論争が起きた。ありがとうございます。